1億円あったらどう使う？いやそれ、うん、たまに考えるんですけど、ないの高くないですか？悪い時に人は辞めるし、人は離れていくし、その都度繰り返したら大きくならないし。じゃあ5年後、10年後にさらにってなるためには、今のうちに準備した方がいいんじゃないかなっていうのはあります。はい、ここはその準備っていうのは他の技術の勉強しかり、その経営だったりもする。そうですね、何かその最強の武器になるぐらいの別のものというか、はい、まあ、僕がこうやってやってるのって、はい、塾になりえないの、収入的にも、はいはい、労力の割には、うん、はい、要は月に5万、10万を毎月、はい、フランチャイズみたいなの、はい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 、これって武器にはなりえない、ちっちゃい武器にはなるけど、うん、圧倒的になりえないんで、コンテンツとして。なるほど。じゃあ僕がカットしてでもいいし、みんながそのカラーをしてでも、はい、何でもいいけど、その収入と遜色ないぐらいの収入をそっちだけでも得られるぐらいのものっていうのが塾なので、あ、例えば僕がじゃあサロンワークで5、600万やってる時に、じゃあヘアメイクポンって行っちゃった時に、はい、サロンにほとんど出ないで、サロンは250ぐらいになったんですよ、はい、でもヘアメイクで400とか500売れたんですよね、うん、それはもう武器になり得る、うんうん、それはでもやってみたりこう触ってみるしかないですね、はい、そうですね。10個種まいて、はい、10個種まいたら3つぐらいが5万、10万いただくようなものに育つから、100個まいて1個100万もらえるようなものが生まれるかなみたいな感じで、この外部のものは、はいはい、美容のものに関しては割と精度高いプロなので、はいはいはい、例えばじゃあパーマちょっと苦手なんだよなって思ってても、プロが2、3年本気出してこっちに突っ込んでったらすごいことになると思うんですよね。そういう意味であんまりよそに行かない方がって思ってます。なるほど。じゃあ美容着てにこの親和性が高いところで、はい、そう思うんですよね。確かに美容って言っても幅広いですね。 そうなんです。それこそスキンケアもそういうの全部その美容なので、ちょっと視点ずらすとでかいマーケットがあります。そうなんです。競合も高いんです。人生の戦い方をめちゃめちゃこうマジで切り合ったみたいな。ずっと高木さんって美容師の高木さんはやっぱり僕ら世代は作品も見てましたし、そういうお話するような場面に出くわすというか機会ってありましたけど、やっぱりそういう美容師のプレイヤーとしての心じゃないところっていうのは意外とやっぱりそういうのメディアにこう取り上げないしね、業界人も、という貴重な時間ですよ、すごく。マッツーマンはでもプレイヤーの高木さんの印象の方がやっぱ強いですね。いやでもね、あんまかかるかな、うん、今となっては。僕ら世代だともうバリバリ経営者っていうイメージなので、天吾が7歳差だからちょっと多分高木さんに対しての見てる時間が違うんだ。確かに確かに。ほんとすっごいかっこよくてすっげえかわいいスタイル。見たことあります、はい、いや本もあの買わせていただきましたもん、当時100万レイヤーの本。だからあれもさっき多分高木さんお話ししてたレイヤーにバーっていって、もう本当に40を可愛くして、多分さっき言ってたそのちょっとしまっとくっていう期間があって、そういう感じですよね。満を持してまた逆に今の時代にフィットした感じで出版されたっていう。なんて言うんだろう、2012年とか13年の時にキャリーパンクなんかが流行ってたもん。あと5年で1回レイヤー来るから、その時うち得意だから、強いよ強いよって言って、だけど今はいかんせんちょっと部が悪い、うんうん、まあ重めの時代です、うん、そうなんですよ。その時はまあ違うことを頑張るしかなかったので、まあ、その時のカットが通用しなかった時代というか、はい、レイヤーじゃなかった時代に薬剤の方に、はいはいはい、うちは行けたので、あ、トリートメントとかそういう、そこも臨機応変に、うん、でもその時高木さんのその言葉を信じた人は今勝てるわけですよね。勝てます、カットで、うん、ああいうのって技術出るじゃないですか。正直俺もレイヤーを上手くなっちゃあれですけど、うん、なんか中途半端な時期というか、うん、スタイリストになりたての頃ってそんな切れない、うん、難しいです。デビューはしててもレイヤー切れない人多いですよね。そうなんですよ。だからおのずと近畿のリターン率は変わりますよ。そうなんですよ。多分自分たちは気づいてないと思うけど、はい、普通のお客さんもレイヤーの新規とかだと多分リターンさせることは変えやすいはずなんで、技術力にも比例しますよ、ね、そうなんですよ。リターンでトレンドはそういった意味ではこう繰り返すというか、うん、ずっと見てくるからこそこう、はい、株の推移じゃないですけど、はいはいはい、次こうなるんだろうなみたいな、うん、ある程度やっぱ分かるんですか。僕は12と24
なんか意味があると思う。時計も12ヶ月だし、なんかね、12年ぐらいで戻ってくる気がしていて、例えばなんだけど、僕が若かった時の1998年から99年ってシュプリームめちゃくちゃ流行ったんです。なんだけど、あのビトンとコラボしたのが大体12年後ぐらいなんです、うん、要はシュプリームが2015年、2014年から再燃して、はいはいはい、でハイブランドとか組んだり、大体そのぐらい十何年なんですかね、そういうのが消費者動向みたいのもで、うん、ちっちゃい時に憧れてたやつが大人になって例えば買えるとか、例えばアイドルでモーニング娘。を小学校見てて憧れてて、で多分そういうアイドルじゃない浜崎あゆみさんみたいのが世の中で流行ったけど、自分がその世代になったらやっぱりアイドルが好きでとか、なんか多分そういうのもあるんですかね、潜在的に。そうなんですよ。なので1999年とか2000年ってハイブランド流行ってたんで、グッチのカバンだったりビトンのカバンだったり流行ってたので、それが震災後くらいからまた再燃したんですよ。12年、13年くらいで、で今もう落ち着いてるじゃないですか、ハイブランドで、今国内ブランドもちょっと韓国っぽいやつ、新進気鋭とか出てきてて、それが十何年前の時はロエンとかロアとかピストルのやつとかドクロのやつとか、ああいう国内ブランドの新進気鋭の当時刺さる方に行ったんで、同じような似てるんですよ ね、 すね。ブランドの流行り方も昔はまずビトンから流行るんですよ。ビトン流行ってグッチ流行って、ディオールが流行って、フェンディが流行るっていう同じ順番だった、俺の記憶では。そういうのもずっと見てきてないと語れないですよね。だからまた多分15年とか12年以降、うん、また流行るんじゃないのって思っちゃう。なるほどなるほど。で今は逆にその韓国とかブームになって、うんうん、この後って流れ的にはどういう流れなんですか。韓国が流行ったっていうのは仕掛けた人がいるんだろうけど、韓国が流行ったっていうのは、はい、派手なものが流行ってるっていう認識なんで、ね、ああなるほど、はい、僕らが若い時に、はい、ジュディマリのユキちゃんとか、はいはい、あとはみんな髪赤くしたり緑にしたり紫にしたりしてたので、はい、僕がちょうど18くんで、あ、そうなの、それの流れが今来てるのかな。なるほどなるほど。たまたまアイコンになるのが今は韓国だったっていう、でもそうですよね。僕でもまさにスタッフに言ってたんですよ、やっぱり韓国スタイルやりたい推したいっていう人がめっちゃ多くて、でもこれ要はワードが韓国風とか韓国可愛いとかだけど、要するにこれコンサバじゃないですか、レイヤー入れて顔もやりバスで、これはだから日本で今多分そういうアイコニックな子がいなかったりミューズになるような象徴する子がいないだけで、でもそういうことなんですね。だと思う。だから繰り返してるって、うん、と思います。派手になった後はやっぱりちょっと落ち着く、落ち着くと思います。ちょっと今回の若い子の流れがちょっともうさすがに俺も読めなくなってる。テレビとか雑誌とか一部のメディアでそれを情報がこう、まあ、信じるというか受けられる時代とやっぱり今はまた違いますもんね、情報の取り方が。これが今 TikTok で流行ってるからこれみんなやろうみたいなテンションが1ヶ月であれ古いよみたいなって感じで、もうそろそろ落ち着くので。はい、あ、そうなんですか。この前ライブでもちょっと言ったんですけど、そもそものデバイスチェンジが行われるので、 iPad とか iPhone とかじゃなくてもこういう状態は終わると言われてるので、結構直近で本来は2025年って言われてたんですけど、でも、まあ、実質2029年ぐらいまでかかるだろうって言われていて、なんだけど今回の戦争でちょっと早まるかも、なので5年ぐらいかなと思うんですけど、まあ、全部こういう風になるとは言われてます。いわゆるアイアンマンの世界ですよね、投影される状態になるので、そうなった時に、はい、多分流行りが変わるだろうし、ね、SNS も変わると思うので、そうなったら本当にもう全く違う世界ですよね。それガラケーがスマホに変わるどころじゃないですよね。最近のその流行りの速さとかっていうのは、これはろうそくの消える最後の加速なんです、はい、あーなるほど、うん、分かんないですよ、俺もそんなの。いやもうこれずっと続くわけないと思うし、こんな速い方向方向変わって、みんな商売しづらいんで。そうですよね。トレンドサロン作ってる場合じゃないですよね。ファミレスすぎるとちょっと困っちゃうよね。そうですよね。タピオカ屋みたいな感じで。その今のこの流れっていうのは高木さんが今まで見てきた中でもちょっと異色というか。ちょっと異色かなって思ってます。
だって今の美容師って、はい、本当にアメリカンドリームじゃないですけど、うん、一発インスタ当てたらもうバコンいくじゃないですか、うんうん、ゴールドラッシュじゃないですけど、ね、うん、ボン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 だって1000万超えプレイヤーが出てきて、うん、収入もね、それこそボンボンボン超えてきてっていうのはちょっと異常値ですよね、うん、ビジネスモデルが改善されてきたっていうのもあるかもしれないですけど、うん、いいことではあるけどね、その稼ぎとかっていう観点で言うと、はい、全然マイナスではないかもしれないですけど、やっぱ変化できないとまずいですよ、対応ができない。確かな技術とかお金になるならないとかのキャッシュポイントじゃなくて、自分の武器を備えておく、これがでもやっぱり分かってない人多いと思いますよね、健吾くん。いや本当に僕もそうですし、俺だって分かんなかった。いや、ガムシャラに好きだからやってて、はい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 、セミナー例えば来なくなったなってなった時に、うん、セミナーすごいいい時って、はい、セミナーだけで年間に3000万とか、ああ、やっぱそんぐらい売り上げがあったんで、結果そういうのをが、じゃあコロナでなくなりましたってなった時に、アタフタしない状況じゃなきゃいけないし、株やってる時にすごい調子いい時にみんないいないいなって教えて教えてって結構やってたりしたんだけど、今もうみんなやってなくて、うん、今こんな下げ相場で、はい、俺はもう自由にずっとやってるんですよ、料理もそうだし、一つ一つの技術もそうだし、はい、絶対にいい時もあれば悪い時もあるので、はい、悪い時に人は辞めるし人は離れていくし、その都度繰り返したら大きくならないし、うん、お金も増えないし、じゃあこっちが下がってる時にそれを補える何かを何個も用意してもらえると、はい、っていう精神がちょっと不安になっちゃうんですよね。絶対にどんな人でもどんな商売でもいい時と悪い時絶対あるんで、でももうみんな分かりやすいし、いい時は人ちょっと集まってくるし、ダメだとか人は離れてくるんで、なのでなるべくこのくぼみを谷を、はい、悟られないように、はいはい、うん、確かにプレイヤー単体でもそのポートフォリオみたいな組めれば一番いいですよね。取るべきリスクは取りつつもっていう、ちゃんと取ったらやっぱり地盤固めしないと崩れちゃいますね。かといってね、あのビビって何もやらない、まあそうですね、うん、どこでリスク取るかっていうのもセンスですもんね。そうなんですよ。いや、そういう部分で俺はさっき言ったようにちょっと山っ気があるんで、はいはいはい、ギャンブル性が高いとか例えばみんな今1億円だったらどう使う？いやそれ、うん、たまに考えるんですけど難易度高くないですか？その、うん、10万円使いって言われたら想像つくじゃないですか、うん、で100万円も、まあ、ちょっと贅沢しようかなって想像つくんですけど、うん、でも1000万とか1億の使い方が本当にわからないなって、うん、思ったんですよ、うん、最近。でもほとんどの人が大金だと使い方が分かんないのが事実だよね。浪費はできるかもしれないですけど、うん、投資ってなると本当に難しいなと思うんですけど、そこなんか答えってあるんですか？答えはないですけど、僕が高木さんだったら、はい、その1億を作れたものに1億丸々作るんだよ、はいはい、なるほど、ちょっと勉強になります。ガチの勉強、まあ、確かに。これの商売で1億円作れたから、はいはい、じゃあこれ2億円にできるじゃん、はい、ああその突っ込むことで、はい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 、2億円じゃ済まないというか、はい、もしかしたら何倍にもなるし、あ、じゃあ他に移すわけじゃなくてってことですね、うん、その資金を、うん、それで、まあ、多少遊んだりはするかもしれないけど、はいはい、日本の今の経済って、はい、多分10億以上持ってれば勝ち逃げできるんです、はい、だけど1億じゃ勝ち逃げできないんですよ、はいはいはい、うん、まあ、円安になって、そうですね、あとはまあ僕の生活のレベルもあるし、はいはいはい、まあ、その人が人によって違うと思うんだけど、例えば田舎でゆっくり暮らすんであれば1億あれば逃げれるかもしれないけど、ここはギリかなっていう、この辺だと無理ですよね。この辺でってなるとやっぱ10億最低ないと勝ち逃げはできないので、はい、っていうことは1億ぐらいだったらそれを10億にするためにまるまるぶん投げると、まあ、僕もこのシチュエーションを想像した時に他にかけがちだと思ってたんですけど、うんうんうん、確かに一番それが勝算高いです、うん、もうすでに勝ってるところに、うんうん、でもそれまで俺は1億取ったりしてるんで、そういうパターンもあるんですよ。あるんですよ。あ、ここ勝てれば、かければいけるってことで、ここ絶対いけるでしょっていうところでやられたりするんで、あ、やっぱじゃあ絶対はないっていうのが全然出ないですね。なるほど、面白いな。しかもそれご自身でやられてみたら本当に説得力ありますよね。いろんな方とも僕たちもはるかに多分接してるんで、多分そういうお話とか経験談とかも聞いてるのも多分すっごいいっぱいあるじゃないですか。そういうのいっぱいやった方が土壇場に強くなるんで、アドリブになってくるので、土壇場になると
そうですよね、コロナの時とかだって、そうですね、そうですね、うん、ちょっとネジ飛んでないと できないというか、できないわけじゃないと思うんですけど、運がいつも程よければいいと思うんだけど、俺そんなにそういう部分では運がいいなと思ってないですね。だから運がいい人はさスルッといけちゃったりする人もいるのは実際いるし、僕なんかこけてるのであれなんだけど、明日から4日間毎日3000万なくなるとして、はい、でも今日じゃあ3000万なくなりました、やらかしちゃいましたみたいな、はい、時に明日はそれを取り返しに行くみたいなシチュエーションの時に、その夜何するか言えはしないよね。でも1日なんだよ。あでも1日しかないんで、できるリサーチにも限度があると思う、うん、何すどういう精神状態で入れるかっていうのが信じないよ、ただ喋れなくなっちゃう。そういうのを送りつくものをいっぱい経験するともうどうでなくなっちゃうんで、僕なんかは3000万やられた日に4日連続で3000万やられた。えっ、それ株でですか。まあ細かく言うと違うんですけど、3000やられて800やられてとか、そういう感じだったけど、行った時の最初の日1日目が3000やられた時に飲み行けばキャバクラ逆にっていうか景気づけだと確かにキャバクラが20万ですから別に笑えるのかな。いや笑えないですよね普通。いやでも心内心ビビってたし、どこまでやられるか分かんない。まだ分かんないわけですよ、ね、そうですよね。でもそのぐらいの精神状態まで追い込むっていうことができれば何でもできちゃうから。確かに、いや、Twitter 見てるとその、うん、負ける額もちょっと、うん、レベチ、そうだよね、ケタチというか。まあでも、高木さんのだからその動じない雰囲気っていうのは、その経験が、それぐらいでこう別に右往左往しないよっていうのが、そうですね、そういう感じの部分がそうだし、まあそういう不良をどっちの方なしなんだとか、そういうののヒリヒリするのをいっぱいくぐって経験したんで、そうすると、またか。そうですよ、超えないとリアクション取れないですよ、うん、今年入ってからじゃあその焦るとかテンパるとかはないですか。テンパるはないかな、だるっとは思うときはあります。面倒くさとか嫌だなとか思うときはあるし、最近ついてないなって思うときもあるし、だけどうわどうしようやばいって心臓バクバクしてちょっとなんかこう青ざめ血が引いてる感じとかはないです。あなるほど。そのキャリアが普通の美容界より本当にいろんなことを経験してらっしゃいますもんね、うん、今やっぱその世の中的にそういう反社もいなくなったし、はいはいはい、そういう部分ではもう多分あんまりないと思う、ね、昔はやっぱりもう力主義だったんで本当にちょっと目立ってると戦国時代みたいな。そうなんですよ、恐喝に来るので。本当にそうなんですか、うん、全然来ましたよ。え、それ何しに来るんですか。脅しに来る、脅しに来るんですか。だって俺なんて新美容とかプレッティとかいろんなところに怪文書も当たりたいとか、そういう組織の、そうそう、不良に、そういうスキルも必要だったんで当時は。へー、うん、今ないですよね。ないし俺らとの目立ち方が違うから。まあまあまあ本当にだって芸能人、いや本当にそうだし、だからちょっと違うよな今じゃ。こう、うん、時代的にも丸くなったみたいな感じだった。もう全然もう平和平和で、はい、ということで今お食事が終わりました。本当にマキトさんご紹介いただきありがとうございます。ありがとうございます。高木さん、ね、オーラが貫禄と妻の広さがすごい。本当にいろいろ勉強させていただいて、いや本当に勉強になった。俺本当マジで緊張してすいません、取れたかなかったら確かに本当ほぼ喋れなかった。マキトさんその場でそんなに喋ってない緊張しすぎちゃって。そのぐらいでもあいやもう本当に大スターだから、多分カットっていうか動画回ってないとこでの話の凄さが本当にちょっとこれ映せないところすごいですね。いや本当に高木さんもお忙しい中こう時間を作ってくださったので、マキトさんのおかげさまということで、いやいやいや、はい、ということで、まあ、いつもあのプレイヤーだったり、うん、まあ、店舗に突撃してお邪魔したりもするんですけど、やっぱり経営者の方で美容業界でこう長く活躍されている方のお話でやっぱすごい深みもありますし、体験談でいろいろ語ってくださって、もう僕もやっぱ響くんで、まあ、もしよかったらこれ高評価とかコメントとかいただければ
また牧人さんが素敵な経営者の方ご紹介してくれるんじゃないかなと。ニコイチでね。あ、そうですね。あ、なるほど。ぜひそういうちょっとイレギュラー企画でね、あの内田さんと今ご一緒させていただいて、うん、プレイヤーの方とたくさんお話聞かせていただいてるんですけど、うんうん、確かに確かに、やっぱ僕もお店12月に出した上でこう経営者の方のお話も、うん、ぜひ伺いたいなと。で、僕の視聴者の方も多分結構モチベーション高い方多いんで、うん、将来的に店作りたいとか、うん、まあ、お店うまくいかせたいとか思ってる方いると思うんで、ぜひそういう方にもなんかこう参考になるような動画にできればと思いますんで、ちょっと牧人さんにご活躍ご活躍っつったらおこがましいですけど、いやいやいや、ちょっと頼って、はい、いい動画もお届けできるようにさせていただきますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします、はい、じゃあこれからちょっと高木さんが持ってるバーにご招待いただいてるんで、まね、まあ、ここから先はちょっと動画撮らないんですけど、いろいろお話しして、また今後皆さんに有益な情報をお届けできるようにしていきますんで、引き続きよろしくお願いします。じゃあ動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。